ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ヒカキンの質問コーナー、ぶっちゃけヒカキン回答編。めちゃめちゃ待たせてすいませんでした。もうほんとすいません。あのね、確かあの質問募集したのがラスベガスにいた時だから1月14、15あたりだと思うんですけど、だから3週間ぐらい経っちゃいましたね。すいません。もう全然余裕なくてね。だからといってこうなんかちょっと空いた時間で答える数すごい少ないとかも嫌だったんで、しっかりやりたかったんで遅くなってしまいました。それでは答えていきます。ぶっちゃけなきゃな。いつまで YouTuber やるんですか。できれば定年までしてほしいです。わら。ビビハロー YouTube。 今日紹介する商品、ヒカキンって可愛いですよね。可愛いよ。ヒカキンへエンディング作らないんですか。今年作ろうかな。作りたいな。動画編集するときぶっちゃけ面倒だなと思ったことはありますか。好きでやってるから面倒だなとは思わないんですけど、何日も寝れなくて忙しすぎたときに家で叫んだりしてました。あーって。もし明日世界が終わるとしたら何を食べたい。練乳。1ヶ月休みがもらえるとしたら何をしますか。ヒカキンさん、フェニックスヒカルさん最近見かけなくなったな。確かにそういや最近見かけないな。今一番欲しいものって何ですか。ガチで答えると時間と豪邸。はじめ社長がかわいそうなのでタンスの角に小指ぶつけて。これまでのマックスの体重は何キロですか。81キロ。編集部屋の機材ってぶっちゃけ全部でどのくらいなんでしょうか。チャリンチャリンチャリン。はい、一応こんな感じなんですが、これ以外にもノートパソコンとかもあるので全部でいくらかはちょっとわかんないんですけど、ここにあるものだけでも300万円くらいするかもしれません。学生時代、普段テストで何点ぐらい取ってましたか。75点から85点くらい。自分がもし女だったらどの YouTuber と結婚しますか。気になるよ。マスオ。嘘。ヒカキンちゃん最高に狂ってください。今までの買い物で一番高額だったものは何ですか。時計か。ちょっと違うかもしれないけど引っ越し費用。逆立ちしてブンブンハロー YouTube やって行くぞ。ブンブンハロー YouTube。 おにぎりの海苔はパリパリ派ですかしなしな派ですか。若い時はパリパリ派、年取ってしなしな派。 YouTube 始めてから今年でもうすぐ10年ですが、この10年間で自分が変わったと思うことは何ですか。おデブになりました。はじめんのこと好きなの。好き。ぶっちゃけハゲてきましたか。だいぶ来てます。ぶっちゃけコメント欄でグッド稼ぎの人とかどう思ってる。あれってなんでやってるの。髪型変えないんですか。いつか金髪にしてみたい。幸せだなって感じることは何ですか。おねんねしてるとき。 YouTuber の職業病って何ですか。多分プライベートでお店とか行っても面白いものとか売ってたら、これは動画にしたら面白いぞとか、 YouTuber とご飯行ってもちょっとセカンドチャンネル撮っていいみたいな感じ。YouTube での年収 iPhone 何台分ぐらいですか。ま、iPhone が1台8万円だとしたら、秘密。国内、国外含めて今まで行った中で一番良かったと思う場所はどこですか。ハワイとロスアンジェルス。ヒカキンさんが子供の時に苦手だった教科は何ですか。数字を扱う数学、理科、あと英語。一日何時間ゲームしますか。最近1時間する余裕がないんですな。本当なら24時間したい。ショボンのアクションはもうやらないんですか。面白いのでやってほしいです。絶対復活するから待ってろ。一人で動画撮ってる時寂しいなと思ったことはありますか。毎日が寂しい。最初の時みたいに早い挨拶してみてください。ブンハロー YouTube。 ブンハロー YouTube のがよくねえか。現在の貯金いくらですか。頑張って頑張って貯金して最近やっと1000を超えました。ヒカキンさんの現在のスケジュールはどんな感じですか。って感じ。一番連絡を取り合う人は誰ですか。マネージャー。パンツは何枚持ってますか。僕はね、下駄箱がパンチ置き場になってるの。ほら、こんなにパンチがあるの。パンチ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 。はじめ社長に敬語で電話して。
お疲れ様です。あ、お疲れ様です。先輩、え、今日どうですか、元気ですか？え、誰ですか？あの、ヒカキンです。あ、お疲れ様です。いつもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日どうですか、何してんすか？今日ですか？今日、起きてから今スプラトゥーンやってます。ちゃんと頑張ってくださいよ、先輩。お疲れ様です。お疲れ様です。ヒカキン頑張れや。頑張れや。すいません、失礼します。頑張ります。スプラトゥーン今日も頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。あれです、失礼します。お疲れ様です。親分も頑張れや。すいません、失礼します。失礼します。失礼します。正規に無言電話かけてください。あ、もしもし、もしもし、あれ、もしもし、もしもし、ジンパーリンで。もしもし。あのね、今ね、質問コーナーで正規に電話かけて無言電話してくださいってやつを撮ってたのね。なんだよ。電波悪いなーだって。おーい、何も聞いてないからねこれ。本当に電波悪いと思って。本当に突然かけてるんで。はい、それだけ。撮ってんのこれ？撮ってるよ。何じゃこりゃ。女性ファンを喜ばせる一言お願いします。5 4 3 2 1。はい、いつもありがとう。これ言えますか？ブラジル人のミラクルビラクルバリ。くそ、なんで死にそうなくらい働き詰めているんですか？若いうちの方がパフォーマンス力があるでしょう。老後ゆったりしたいから。この写真で一言。ダイナミックなお顔。ヒカキンさんってなんでそんなにイケメンなんですか？ま、生まれつきってやつかな。どうしてそんな小刻みかつダイナミックに触れられるんですか？毎日お風呂で1時間練習しても上手くなりません。コツを教えてください。コツとしては首の内側から震わしてくる。こうやって首の内側から震わしてきて。今までの動画で一番お金を使った動画は YouTube テーマソング。なんでそんなにガタイがいいんですか？ジジキンの遺伝子。ブンブンハロー YouTube 以外の挨拶で、ハロー YouTube をご覧の皆様。ぽっちゃりとデフの境界線ってなったと思いますか？まあやっぱりデフな感じだよな。もしある日突然 YouTube 自体がなくなったらどうしますか？田舎で農業。私のこと覚えてます？ヒカキンがヒカキンになる前の。お前は誰ですか？今年でヒカキン似の人30人ほど見たんですが、まさか整形外科も経営しているんですか？バレたか。私はヒカキンクローンを作り続けるのだ。ヒカキンさん、ぶっちゃけ世界は金ですか、愛ですか？愛と言いたいとこなんだがな。まあ、愛するために金もいるわな、現実は。ヒカキンさん、めちゃめちゃ怒られたことありますか？私は今日上司の方々にめちゃめちゃ怒られました。でも自分が悪かったので反省してます。明日もお仕事頑張ります。って愚痴ってごめんなさい、わら。僕は働いてた時ね、毎日ここつねくられてましたよ、こう。ヒカキンさん、 LINE 友達何人ですか？今見てみたら292ってなってる。10秒間思春期学生、あとの10秒間おじいちゃん。つがさ、2組のあの子可愛くね？なんかほんと可愛いよな、マジで。あいつな、もう生まれ変わってもまた YouTuber をやりたいですか？やりたい、すっごくやりたい。今までで一番ヒカキンポイントが高かったものは何ですか？忘れた。ヒカキンさんの性格を一言で言うと何ですか？超変人。この世で一番嫌いなものは何ですか？静電気。ぶっちゃけやっぱ鼻くそついてるでしょ？鼻くそはついてねえだろ。ヒカキンさん、初めて俺すげーって思ったのはいつですか？YouTube だけで生活できるようになった時かな。過去最高の月収でガリガリ君何本買える？今計算してみたんですが、何本です。ぶっちゃけやっぱ鼻くそついてるでしょ。だから鼻くそはついてねえって。はい、とまあこんな感じかな。気づいたら1時間以上動画撮ってるわ。また機会があったらやろうと思います。このヒカキン TV、 ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン。バイ。